おはようございます。11月19日第148回コーナーかわいの金魚ラジオです。どうも。昨日はね、そういえば動画撮んなかったな。ガポスさん行ってね、埼玉がカゾの魚ですねが入ってたんで、ちょっと和金を選びに行ってきたんですけど、サラサラ金ね2匹ほど抜いてきたんですけど、まあ1匹はね、好みかな。2匹はね、もうちょっと好みっちゃ好みなんだけどっていう感じで、平賀さんと志村さんの魚を1匹ずつ買ってきました。まあどういう感じなのかあれなんですけど、ちょっと餌食わせ込んでね、まだちっちゃいんで、大きくしないといけないのかなと思ってるんですけど、なんでそれをちょっと抜きにね、昨日はガポスさんへちょっと顔出して動画を撮るのすっかり忘れてました。で、まあ冬になってきて、ちょっとやっぱり魚のね、動きが鈍くなってきてはいるとは思うんですけど、でもどのお店さんもね、頑張っていろんな魚入れて、愛好家の方からとかね、そういうんで面白い魚がちょこちょこ出てきてると思いますんで、まあそういう魚でね、好みの魚とか、まあこの間のガポスさんの愛好家さんが育てた魚とかね、ある程度もういい感じで育ってるんで、そういうのも好きだよって人いたら買っていくのは愛なんじゃないかなとは思っています。まあガンガン餌食わして、ね、大きくしてるんで、あのサイズまでね、買い込んでる感じなんで、またちょっとその養魚場から出てくる魚とはね、違うと思うんですよね。あ、そういうのもね、買ってみるの面白いのかなと僕は思っていますので、そういうのがね気になる方はぜひやって、ちょっと試しに買ってみてください。で、昨日はまあそう、金魚坂ポスさん回ったぐらいで、まあそのサラサワ君ですね、今ちょっと隔離して2匹で、まあどっちみちサラサワ君の池の方がもう、ね、いっぱいなんで、ちょっと魚の入れ替えだったりをすることになるのか、まあ、わかんないですけど、春までちょっとあったかいところで、こっちのちょっとちっちゃいんでね、買い込んで同じぐらいのサイズまで伸ばせたらいいのかなとは思っているんですけどね。今ちょっとちっちゃい方が、抜けちゃった。大きい方が志村で、ちっちゃい方が平賀ですね。まあ、値段もね、お手頃だったんで、ちょっと好みの魚をね、選ばしてもらって自分好みのちょっと抜いてみました。まあこれがどれぐらいになるのかも、まあ、ちゃんと買い込んでね、しっかりできるのか、まあ、親に使うべきなのかどうかっていうのもちょっと相談しながらやっていこうとは思っているんですけど、であとこっちの水槽にいた船菌がもうあまりにも大きくなったんで、錦鯉の水槽にね船菌をずらして、で、まあ、今までちょっと隔離してた魚を戻して、 そうですね、だいぶ、あとこの間の赤目のギンリン赤目ですね、これがうちに来たやつです。頭のところがちょっと白いのが面白いかなと思ってうちに入れた感じですね。こいつは茶菌だったんですけど退職してしまいました。またキラキラとか江戸時期とかね、これとやつさんのちょっと尾っぽがおかしくなっちゃってるんですけどね、まあ、これぐらいのサイズで春に買ってきて、まあ、2歳なんですけどね、まあ、ここまで伸びたんで、まあ良しとして、下の池に入れちゃうのもありなんでしょうけど、そっちも今パンパンなんでね、でも餌食いすぎて今こっちは水が汚れまくってるんで、ちょっと一回また行く前に水替え、これ取ったらね水替えしてちょっと行こうかなと思ってます。まあ、ちょっとやりすぎなんでしょうね、まあ、温室だからっていうんで、ちょっとで、あとこっちにね鯉が入ってます。昭和、単調昭和ですね。一匹はちょっと頭の模様がずれちゃってるんですけど、もう一匹はね、まん丸の頭なんで、まあこれ炭結構乗ってるんで面白いのかなと思ってます。搭載ですね、まだ、ね、金魚たちとそんな変わらない大きさなんですけど、ちょっと今ランチューディスクを食わして定額しようとしてます。果たして錦鯉にランチューディスク、まあこのサイズだからねいいですけど、大きくなったらね、そんないい餌いっぱいやってもね、お金ばっかかかっちゃうんで、錦鯉難しいですよね。
まあ、これ遊びの鯉でね、ちょっともらってきたんで、鯉のね、楽しみながら育ててみてもいいのかなと思っています。僕はタンチョウとドイツと、で、もともと昭和はそんな好きじゃなかったんですけど、伊佐さんの魚を見て、昭和が今一番好きな鯉になりましたね。やっぱりすごいですよね。あんな迫力あって、模様がね、すごくて、どっちかっていうと、三色系っていうのはもともとそんなに好きじゃなくてって感じだったんですけど、本当、伊佐さんの昭和ね、墨の入り方とかそういうのがかっこよくてね、これは本当にいいなと思うんですけど、ただ、本当に高いんでね、まあ、おいそれと買えるものじゃないんですけど、まあでもいつかはちょっとね、いいやつ一本買って、ね、品評会とか出せるような魚欲しいんですけどね、まあそれぐらい稼がないといけないんで、仕事を頑張らないといけないなと本当思います。なんでまあ金魚は金魚、鯉は鯉っていうんで、ね、僕は分けて、で結構僕は割り切るタイプなんで、大体その業界に馴染む、勝手に馴染む方に行こうとするんで、錦鯉はまあ預けの方がいいよねっていうのは、それはこの間も話した通り、魚が良くなるんだったら預けた方がいいし、でね、金魚はやっぱり自分でやってて、まあ好きな魚だけ飼ってりゃいいやって気持ちもあるんですけど、どうしてもやっぱりその大きくなってくるとね、こっからサイズがとかそういう風になってくるんで、まあね、跳ねるっていうのは僕はとっても苦手なんでね、あれなんですけど、だちょっとずつまあうまいことね、分けて伸ばしたいやつは伸ばしてねっていうことをやらないといけないんだなっていうのは本当思ってるんですけどね。でもやっぱり数減らしたおかげでね、もともといたキャリコ柄が強い方の炭焼きかなり伸びました。で黒いやつで乱れてる鱗のやつを前もらってきた大地さんからいただいたんですけど、その魚に追いついちゃいましたね。逆にそっちがそんなに伸びてないのかなって心配になる感じなんで、実際でかくなってるのかなっていう、すごい自分の中で心配はあるんですけど、まあ、ちょっともう今年ここの船はね、完全に水替え、もう温室飼育で駆け抜けようと思って、でサラサワキンはねちょっと外に出すやつと、ちっちゃいやつはこっち、まあ、もしかしたらそっちもね ある程度温度ちょっとサンルームの方でね温度が取れるようにしてっていう風にやるかもしれないですけど、だ今年も結局ね冬をあまり経験させないような飼い方をすることになるのかなと思っています。でまあ来年ちょっと取ってみてね、どういう感じになるのか、そういうのを見ながらちょっとやっていけたらいいなと思っています。本当錦鯉もやってね、カメもやって、まあ爬虫類やって、金魚やってってね、まあちょっとやりすぎなところはあるんでしょうけど、でもやっぱりその錦鯉やってる人とかいろんな話聞くとね、結構みんな動物好きでね、僕錦鯉やってる人と他の動物興味ないのかなと思ってたんですけど、案外そんなことなくてね、まあ犬とかはもちろんね、犬猫もちろん、他にもね特殊なね小動物とか、まあ熱帯魚飼ってたりとか、そういうのね聞くんで、爬虫類飼ってたりとか聞くんで、やっぱり生き物好きに変わりはないんだなっていうのが、どっちかっていうとなんか縦割りな感じで錦鯉、金魚、メダカみたいな感じで縦割りで見てたら、まあ熱帯魚とか爬虫類っていうの縦割りで見てたんですけど、ここの横のつながりって結構やっぱりあるんだなっていうのがすごいここ最近気づかされました。なんでまあそういう人たちでね集まって楽しくやれればね一番いいんだと思ってますし、まあやっぱりその自分がねいろんな生き物を飼っていろんな知識を得るっていうのは楽しいっていうことでね、そうするとお互いで情報をね共有し合っていい話をして、ね、プラスになっていく、まあ、マイナスになっていく話っていうのはあまりいらないので、プラスになっていく話をできる人と仲良くしていきたいなと思っています。なんで今ね仲良くさせていただいている方、連絡まめに取っていただいている方っていうのは基本的に本当僕にとってとてもね大事な方たちなんで、そういう方たちとねこれからも前を向いてね進んでいけたらいいんじゃないかなと思っています。どうしてもね嫌な話っていうのも聞くんでね、そういう嫌な話の人とはなるべくね近づかないように僕はしますんで、っていう感じでね、これからちょっとまだスタートラインにも立ってないぐらいの僕なんですけど、まあ、錦鯉も金魚もね
本当かじってるだけなんで、ここからさらにね、深めていって、もっと面白いものをね、作ったり、まあ、皆さんに提供したり、まあ、あとはそういうね、集まりを作っていって、まあ、いろんなことがね、できるようにちょっと努力していきますので、ね、そういうのに共感してくださる方はね、お仲間になっていただいて、っていうふうに思っています。なんでまあ、本当ね、集まりを、まあ、大きくしたいっていうわけではないんですけど、まあでも仲良い人たちを集めてね、楽しくね、やっていきたいなとは思っています。まあそれが結果的にね、業界的にもいいことだと思うし、まあ全てにおいてすごいね、プラスになることだと思うんですよね。まあそこを目指してちょっとやっていきたいので、ぜひ、そういう気持ちのある方、ね、魚が好きで、ね、頑張りたいっていう方、ぜひぜひお声かけください。ということで今日はこんな感じで、お店は多分今日は行かないとは思うんですけど、まあ、今週は多分お休みって感じですね。今週お休みして来週は何かあるかなっていう感じで、で再来週は爬虫類イベントっていう感じです。ということでね、皆さんぜひ、まあ、いろんなお店もあったりいろんな情報を集めたり、ね、楽しくなんで金魚ね、まあ、錦鯉もそうだし爬虫類もそうだしできたらいいと思いますので、ぜひ皆さん楽しくやっていきましょうということでよろしくお願いします。ありがとうございました。